ニコルです。ニコルのダイエット企画、まずは2023年10月9日から10月15日までの体重記録をご覧ください。 64.90 64.85 65.30 65.10 64.85。はい、というわけで今週の結果はマイナス 0.20kg でした。トータルでマイナス 10.85kg です。はい、そういう感じは今週も横ばいでございますね。全然喜べないマイナスではありますけれども、太ると結構ショックなんですけどね。マイナスだとほんのちょっとでもちょっとなんかホッとする感があるんですけどね。でもこれで油断しちゃいけないので、全然もっともっと頑張んなきゃいけないんですけれども、10月ですね、本当は64キロが目標体重、10月31日までに64キロになるっていうのが一応目標体重ではあるんですけれども、なかなかいかないですね。64キロの真ん中くらいまでもいかない感じでずっと来てしまってまして、65キロを行ったり来たりって感じの状態になってしまってますけれども、今週もですね、実は札幌に行ったりとか、いろいろ予定が入っててですね、なかなかこうダイエットっていう風に頭がいかなくって、でしかも札幌、今回一泊ホテル、札幌のホテルに宿泊したんですけれども、もう朝食バイキング食べ過ぎちゃう本当に食べ過ぎちゃった。久しぶりだったのもあってすごい食べちゃったんですよね。本当に反省、すごい反省してます。ちょっとでも体が最近体重はあんまり変わってないんですけれども、この肩の周りとかこう首の周りとかはちょっと なんだろうな、骨格的にすっきりした感が自分の中でもあるんですよね。で多分それは体バーをやってるからっていうのもあって、それでちょっとそういった姿勢とかが良くなったのかもしれない、もしかしたらですね。無意識のうちに、意識すればこう内に入ってる肩をこうやって広げなきゃと思ってこうやってやるんですけれども、割と無意識でもきっと姿勢が前ほど悪くなくなったんじゃないかなって気がします。それだけで見た目って変わりますもんですもんね。そうだから、今後もちょっと体バーは続けて頑張っていきたいなっていうのもあるんですけれども、ただなんとなく体的にそのこう姿勢が良くなってすっきり、見た目がすっきりしたっていうのもあるんですが、なんか自分の体感的にはちょっと重たくなってる気がすごいしてるんですよね、なんとなく。なのでなんかどっかでデトックスじゃないけど、なんかちょっと一日だけ断食したりとかして内臓を休めたりとかした方がもしかしたらいいのかなっていうのは今すごい考えているところです。なのでもしかしたら来週のどこかで1日、まあ、20時間くらい、24時間くらいか、ちょっと断食してもいいかなって思ってますね。そんな感じの1週間、特にこれといって何かできたわけじゃないんですけれども、ちょっと自分の体の中の変化、姿勢は良くなったんだけど体がちょっと重たい感じがあるので、もしかしたら内臓が疲れてるかなっていう感がありますね。はい、そんな感じでございました。それでまあそうですね、もうちょっとでまたもう半分終わっちゃいましたからね。10月、ここから頑張って64キロ台でも目指そうと思ってます。無理はしないとこだと思うんですけれども、結局無理しても戻っちゃいますからね、体重って。なので無理はしないとこだと思うんですけれども、でもちょっと内臓を休めるためにも一回ちょっと丸一日何も食べない日って作ってもいいかなっていうのはすごい考えてるので、なんか2回目ですね今、今日なんか2回言っちゃった同じ話そんな感じで考えております。はい、そんなわけでですね、今お話ししているのが毎週水曜日に
月曜日から日曜日までの体重をまとめて報告しておりまして、そしてこうやって反省したり振り返ったり今後の目標とかを考えていくようなお話ししてるだけのダラダラとお話ししてるだけの動画になってるんですけれども、私ですね、毎日毎朝6時に食生活 Vlog っていう毎日更新の Vlog も動画出しております。そちらもですね、合わせて見ていただくと、この水曜日の報告動画のダラダラ喋ってるんですけれども、何を言ってるのかとかっていうのがすごい分かってくれるかなと思います。なのでやっぱり毎日動画を上げようって思ったきっかけも、ダイエットを続けるためにと思って動画を毎日上げるようになって、ダイエットの記憶として何食べてたかっていうのとか振り返る、去年どうだったか一昨年どうだったかっていうのも振り返るのにすごく、今となってはすごく私の貴重な記録になっていてですね、たくさん振り返ることができるので、そういったつもりで毎日出してて、でもここ最近はなかなかですね、お仕事の方も忙しいというのもあって真剣にダイエットには取り組んでいないんですけれども、なんですけれども、ちょっとですね、皆様もこの食生活 Vlog の動画の方も見ていただいて、反面教師にしていただいたりですね、あと共感していただいたりですね、そういった風にですね、一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。あ、そうだ、そして言うの忘れてた、今週の報告動画の日曜日の日、旅行に行く日だったんですよ。で、朝結構早く起きてて準備バタバタしてたら、体重なんか知らないけどいつも朝一番で測ってるからルーティンになってるんですけれども、なんか珍しくスパーって抜けちゃったんですよね。で、測り忘れちゃって、そのまんま家にいなかったの、もう出かけちゃったので家にいなかったので、そのまま体重取れなかったんですけれども、なので今日の動画の1週間の報告の最後は土曜日の体重ということになっております。はい、そんなわけでございました。あと何か言うことあったかな、なんか言うこといっぱいあるんですよね、本当にいっぱい反省もしなきゃいけないし頑張らなきゃいけないなっていうところもありますし、いろいろありますけれどもね、まあとりあえず今週はこれくらいにしておこうと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。